はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。キンダージョイです。はい、こちらですね、お土産でいただいたチョコエッグですね、海外製のチョコエッグになります。もう見るからにすごい面白いよね、パッケージがさ、この卵の形してて、多分中にチョコレートが入ってるんだと思います、じゃあ開けてみようか。あ、ちなみに、私が女の子よ、エイシン君が男の子よですね。じゃあ開けましょうか。ここからこう多分開けるんだよね。引っ張り、あ、開いた。どう、ちょ、怖いよね。なんかチョコエッグだからさ、割っちゃったら どうしようみたいなのが。え、どうやってやるのこれ。あ、すごいむず。こんな、え、2つに分かれんの。なるほど。で、ここになんかちょっとヘラみたいなのがある。あれ、こ、なるほど、これチョコエッグじゃないんだ。エッグ、ちょっと待って、これ開けてみるね。あ、ここ外れた。お、あ、こんななってる。チョコエッグというよりもエッグじゃないね。クランチが入ってる。で、なんか周りホワイトチョコレートみたいなの。で、開けようか。ありがとう。はい、お、ありがとう。で、このヘラは何に使うんだろう。これはだからこれでこう食べるの作って。そうだね。エシ君のも一緒だね。うん、うん、じゃあひとまずいただきましょうか。はい、多分この字が書いてるのが手で持ってこうやって食べるんだね。いただきます。あ、ちょっと意外に柔らかい。え、柔らかい？うん、え、柔らかい？あ、硬いけど。中身に行くと硬くなる。うん、うまい。そうね、クランチだね、やっぱね。うん。で、下の部分はホワイトチョコ、ホワイトチョコとあの普通のチョコレート入ってる。うん、本当だ。うん、うん、美味しいね。これこのシリーズだからかな。キンダージョイってシリーズが本なのかもしれないね。うん、多分じゃあこっち側におもちゃが入ってるんだ、うん、じゃあ開けてみますね。はい、よいしょ。あ、やっぱ入ってる。なんか入ってる。型、あ、なんだろうこれ。キティの型だ。あ、本当だ、キティちゃん入ってた。こんな感じだね、うん、どうやらキティちゃんのバンドができるみたい。そうだね。はい、こんな感じですね。これはね、ちょっとね、かなりちっちゃいね、うん、パパの手でもエシン君の手でも入らないかもしれないね。そうだね、うん、じゃあ次エシン君どうぞ。おっと、落ちちゃったよ。なんだこれ。おお、いっぱい入ってる。ロボット、ロボットだね。はい、こんな感じの紙が入ってましたね、はい、裏側に組み立て説明書が入ってます、うん、ロボットだね、うん、意外にすごいロボがね。え、ちゃんと関節曲がるよね、うん、すごい。意外とちゃんとしたロボット出てきましたね、うん、はい、変形ロボではなくて組み替えロボ。他のパーツが出た時に組み替えられるんだね、うん、なるほどね。パパ的に良かったのはこのチョコレートが美味しかったこと。うん、うん、ペちゃんも。だいたいね、海外製のチョコってね、あんま美味しくないから、正直言うとね。でもこれ美味しい、よかった。はい、ということで今回はキンダーチョコのジョイでした。はい、ということで今日の動画もしよかったな、楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、本当はですね、昨日の時点では、次はライブ配信だったんですけど、ちょっと急遽ここに食い込みました、これ、はい、この金だのね、うん、なのでやっていきましょう、はい、コメント回答、コーナーコーナーイエーイ。はい、一つ前の動画ですね、寸劇あり仮面マイちゃんレベル10、はい、これのいただいた、まあ基本的にはデラックスバグルドライバーなんだけど、うん、この動画のコメント見ていきましょう。ダース・ベイダーさん、お父さん大丈夫ですか。大丈夫です。本当に大丈夫。森由美子さん、変身した意味ないじゃん。なかったね、変身した意味なかったね。ごめんなさい、いなくて、エイシン君がいなかったからね。ごめんなさい、いなくて、しょうがないね。はい、はい、ということで今回のキンダージョイチョコエッグのコメントの回答はですね、この次はライブ配信なので、その次の動画でやらせていただきますので、ぜひコメントをたくさんいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。